皆さんこんにちは。刺繍アーティストの堀内幸です。季節がすっかり秋めいてきましたが、秋の夜中に刺繍を始めてみようかなっていう方もいらっしゃるかなと思いまして、今日は刺繍を始めるときにこれがあったら便利だよっていうものを紹介したいと思います。それではご覧ください。まずは刺繍といえば刺繍枠ですね。刺繍枠ってすごくサイズがいっぱいあって、こんな顔ぐらいの大きさのものから結構小さいものまであるんですね。それでどういったものをまず最初に買ったらいいんだろうって思うかと思うんですけれども、最初はまずはですね、10センチぐらいのものがあったら便利なんじゃないかなと思います。10センチだとこのくらいですね。ワンポイントのものも作れますし、ちょっと大きめのものまで入るかなと思うので、最初はこれくらいのサイズから始められるといいんじゃないかなと思います。でもですね、正直言うと最初は刺繍枠がなくても始められるんじゃないかなって私は思います。私は刺繍始めて11年ぐらい経つんですけれども、最初の時は独学で始めまして、1、2年くらいは刺繍枠なしでやっておりました。刺繍枠がなくても結構ちっちゃめのモチーフだったら全然できるので、刺繍枠買うのかちょっとハードル高いなって思われる方は、別に刺繍枠なくても刺繍ってできるので、これが絶対いるっていうことではありません。刺繍枠なしでやるときのコツみたいなものをお教えしたいなと思うんですけれども、刺繍したい布を持つときにですね、人差し指と親指、裏側では中指と薬指小指といった感じで、ここでピーンと布を貼るんですね。これがちょっとこの貼ってるっていうところが枠で布を貼ってるっていうのと同じような役割をしていて、ここの布が貼っているので刺繍しやすくなります。布を持つ手の持ち方っていうのをちょっと工夫すると刺繍枠なしでも刺繍を進めることができると思います。でもですね、やっぱりこういった刺繍枠を使っていると刺繍してるなっていう気持ちがすごい上がると思うので、テンション上げながら刺繍したいなって方はぜひぜひ刺繍枠をちょっと手に入れて刺繍してみていただけたらいいんじゃないかなと思います。刺繍専用の針っていうものがあります。多分手芸屋さん以外でも100均とかでも手芸コーナーにあるんじゃないかなって思うんですけれども、針の細さも結構重要で刺しやすさっていうのが変わってきます。刺繍針っていうのは太いものもあるんですけれども、太い針っていうのは針の穴にたくさん糸を入れる時向けなんですね。なのでワンポイントのものとかを刺繍するってなると、別にそんなに太い針は必要ではないので、このくらいの細さの針を用意してもらえたら最初はいいんじゃないかなと思います。こういった感じの刺繍バサミというものがあります。リス、ウサギかなのモチーフがついているちょっとハサミとなっています。これじゃなくてもこういった感じの小学校とかの時の裁縫道具購入した時に入ってたようなハサミでも全然大丈夫です。刺繍する時に向いているハサミとして、結構この先端がですね細いものなんですけど、細かい作業が向いているハサミっていうのが使いやすいかなと思います。手芸店とか、100円均一とかで売ってると思うんですけれども、いろんなメーカーさんがあります。各メーカーさんごとに個性があると思うんですね。ツヤ感があったりとか、マットな感じだったり、あとは色味も鮮やかだったり落ち着いていたり、そこは本当にもう種類があるので、ご自身の
好みの感じの糸をちょっと見つけて、何色か揃えてやってみるのがいいんじゃないかなと思います。私は結構初めての方にはこれがすごく大事なポイントになるんじゃないかなと思っていまして、刺繍をする布が厚すぎたり薄すぎたりするとちょっと初心者の方にはというか私でもすごくやりづらくて難しいなって思ってしまいます。具体的には厚い布っていうと、ハンプとかデニムとかそういった生地を刺繍するってなると結構体力パワーがいるんですね。生地が硬いので、針を抜いたり刺したりすることにすごいパワーがいるし、結構肩とか凝ったり疲れちゃったりするので、初めて刺繍するっていう方はちょっともうそこで結構疲れちゃったってなっちゃうかもしれないので、あまり最初からはおすすめじゃないかなと思います。薄い布っていうのは具体的に言うとハンカチのようなものですね。ハンカチに刺繍って結構最初にはすごくいいんじゃないかなって思われる方結構いらっしゃるかなと思うんですけれども、意外とハンカチぐらいの薄さの生地って刺繍するのが結構難しいんですね。結構薄い生地なので力加減が難しいですね。強く糸を引っ張りすぎちゃうことで生地がニュッとシワが寄っちゃったりして、結構仕上がり綺麗にするのが難しいかなと思います。そこで私がおすすめしたいなっていう生地の厚みはこのくらいの生地なんですけれども、ちょっと動画では伝わりにくいかな。これは素材は麻 100% の生地です。何の生地に似てるかな、まあなんかシャツとかよりちょっと薄いかなっていう生地感ですかね。これで結構巾着とか作れそうですね。エプロンとかそういった感じの生地の厚みが初めての方にはすごい刺繍しやすいんじゃないかなと私は思いますね。布に図案を写したいときですね、もしもともともう布に写したい図案を持っているとき、例えばキャラクターの絵だったりとか、なんか図案集から作りたい図案があるよっていうときは、チャコペーパーを持っておいていただくと、こういったものですね。これを使うと、布に転写することができるのですごく便利です。図案とかは別に特に用意がなくて布にそのまま描いてしまいたいっていう方はこういったもの、水で消せるチャコペン、チャコマーカーのようなものを用意していただけると、もうこれペンになっていてそのまま布に絵を描くことができるので、これで図案を描くことができます。針を休ませるピンクッションも必要になるかなと思います。ピンクッションがないと針って結構意外となくしがちなので、やってる途中であれどこ行っちゃったっていうことが恐ろしいんですけどあるんですね。ある日突然絨毯とかソファーとかにいつなくしたかわからないけどなんか出てきたっていうようなこととかもあったりすることもあるので、ぜひピンクッションを活用してやっていただけたらいいなと思います。ここまで紹介したのが刺繍枠、刺繍針、刺繍バサミ、あと刺繍糸、刺繍する布、そして図案を写す道具、そして最後ピンクッションですね。これが揃っていれば刺繍を始めようっていう時にも、あれこれがないよ、やりにくいなっていうことにはならないかなと思います。なので万全な状態で刺繍を楽しむことができるんじゃないかなと私は思っております。
前回の動画でお願いさせていただいたチャンネル登録の件なんですけれども、おかげさまでたくさん登録していただきましてありがとうございました。あと本当にもう少しで線に到達しそうなので、その際には、ぜひライブで刺繍をしてみたいなって思っていますので、皆さんもぜひ中継で刺繍ができたら嬉しいなと思っています。この動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタンもお願いいたします。それではまた皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。皆さんまたです。さようなら。